DJI Mavic 3エンタープライズカメラのリーク写真が出てきました。合わせて DJI のスマホジンバル、こちらについての情報というのも少し出てきましたので、そちらを話したいと思います。はい、どうもサラクールです。今日は2022年8月30日火曜日になります。今日の話題は DJI の話題になるんですけども、 DJI Mavic 3エンタープライズカメラのリーク写真というものが出てきましたので、そちらの方をねお伝えしたいと思います。まあ、こちらですね、 DJI Mavic 3のエンタープライズ版ということで、主にですね、業務とかで使われるカメラになります。例えばですね、点検とかあと測量とかですね、まあ、使われるカメラが載ったドローンというものになっております。こちらの方がツイッターの方でディズローの方が、リークしてきました。で、そちらの方がアメリカのドローン XL の方で記事になってましたので、まあ、そちらを用いてですね、皆さんと情報シェアの方していきたいと思います。あと加えてですね、まあ、簡単なんですけども、同じですね、ディズドローンの方がスマホジンバル、こちらの方のですね、情報というものも出してきましたので、そちらもですね、とても簡単なんですけども話していきたいと思います。では早速なんですけども、アメリカのドローン XL の方の DJI Mavic 3エンタープライズのカメラ、こちらの方のですね、リーク写真の記事というところをですね、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらがですね、アメリカのドローン XL の記事になりまして、 DJI Mavic 3エンタープライズカメラの写真がリークという風なですね、記事になっております。でですね、出てきたリーク写真というものがですね、こちらの方になります。こちらがですね、リーズルドローンという有名なですね、 DJI のリーカーがいらっしゃるんですけども、その方が出してきたリーク写真というものになってます。こういう風なですね、ちょっとね、縦長の写真が出してきたんですけども、こちらですね、 Mavic 3エンタープライズいうものになっておりまして、まあ、こちらですね、正面にカメラを向けた写真というものが出てきております。ですね、こちらの写真、今言ったですね、リーズドローンという有名リーカーの方がですね、ツイッター上で共有してきました。で、DJI Mavic 3エンタープライズのカメラということで、今回の詳細のリーク写真というものが出てきた形になります。こんな風にですね、正面のカメラ写真というものが出てきました。で、こちらですね、 DJI Mavic 3エンタープライズというものは、サーマル付きのカメラと、あとサーマルなしのこちらのですね、2つのバージョンが出てくるということですね、以前のリークからですね、噂されております。で、加えてですね、こちら、DJI Mavic 3エンタープライズドローンがですね、いつ出てくるかというと、まあ、こちらもですね、以前の動画でも話したことがあるんですけども、こちらですね、DJI Airworks というイベントがあるんですが、DJI Airworks 2022の中でですね、発表されるということになっているみたいです。で、まだですね、こちらの記事も書いた通りなんですけども、DJI Mavic 3エンタープライズ、またはですね、DJI Mavic 3エンタープライズサーマル、こちらの方のですね、カメラスペックというものの詳細というものはね、まだ出てきてないんですけども、まあ、少なからず、こちらの書いてある通りなんですが、DJI Mavic Enterprise Advance、こちらですね、今出てる Mavic 系のエンタープライズ向けのドローンになるんですけども、こちらのカメラよりもいいスペックのものがですね、乗ってくるというふうにですね、予想されております。さらにですね、Mavic 3ということで、360度飛行の方を回避することができるようなですね、システムが積まれたドローンになってますので、まあ、Mavic 2よりもですね、より安全だということになっております。で、こちらですね、DJI Mavic 3 Enterprise 位置づけなんですけども、こちらに関してはですね、今年初めに発売された DJI M30 ドローン、こちらの方のですね、まあ、下にランク付けされるようなですね、ドローンになるかと思われます。で、もう一回ね、写真を見ますけど、こういう風なですね、カメラが Mavic 3にね、乗ってきたものということになっております。で、ちなみにですね、DJI Airworks 2022がいつ開催されるかということもですね、こちらもですね、以前の動画では紹介しましたけど、もう一回ですね、話したいと思います。DJI Airworks 2022年は今年対面イベントということになるみたいです。で、DJI が商業顧客向けのエンタープライズドローンソリューションに焦点を当てたドローンエキスポということで、こちらですね、7年連続ですね、DJI の方がね、開いてるみたいです。今回の DJI Airworks 2022に関してはですね、10月10日から12日までですね、ラスベガスのミラージュホテル&カジノというところですね、開催されるということになっております。なので、こちらですね、DJI Mavic 3エンタープライズのお披露目というのはですね、10月10日から12日のどこかですね、出てくるということになるかと思われます。はい、ということでですね、まずですね、DJI Mavic 3エンタープライズドローンのですね、カメラというものが、ね、リーク写真が出てきました。はい、こちらのですね、カメラというものが出てきました。まあ、こちらですね、今、Mavic 2エンタープライズをね、持ってる方にとっては、
新たにですね、まあ、更新されるということですので、まあ、Mavic 2に比べてもかなり Mavic 3の方はですね、まあ、安全性に関しても上ですし、あと5時間とかもですね、上になりますので、まあ、エンタープライズ版をね、待ってる方はですね、こちらの方で待っていただければ少なからずですね、10月10日から12日に開かれですね、DJI AirWorks 2022のところで発表されると思いますので、まあ、そちらを見ていただいて、まあ、購入の方ですね、検討していただければね、よろしいかなと思っております。まず一つ目の話題ですね、こちらのですね、DJI Mavic 3のエンタープライズ版のですね、ドローンということで、今回ですね、こちらのですね、カメラ写真がね、出てきましたという話をしました。で、続いてはですね、もうちょっと簡単なんですが、DJI のですね、スマホジンバルのツイートがですね、出てきましたので、そちらの方を話していきたいと思います。はい、こちらがですね、ツイッターのディズドンがですね、ツイートしてきた内容になるんですけども、DJI OM6 こんな感じですというようなことでですね、ディズドンの方はですね、絵を描いてきました。こんな絵になります。まあ、こちらですね、あくまでもディズローンがですね、描いたですね、絵ということで、まあ、今回ですね、リーク写真ということではないんですけども、ディズローンの方がですね、実際物を見てですね、描いた絵だと思われます。こちらを見ると、まあ、こちらのところにですね、何かしら、ディスプレイが表示されるようなですね、形になってて、まあ、こちらは主にですね、スマートフォンのジンバル使える、オズモモバイルのですね、新しいシリーズと。いうことになっております。まあ、OM6 ということで、まもなくですね、もう少し、詳細なリーク情報というものもですね、出てくると思われます。はい、ということです。こちらですね、簡単なんですけども、まあ、スマホジンバルの方もですね、まあ、いよいよ、まあ、大体このぐらいの時期にですね、こちらのオズモモバイルシリーズというものは出てくることがね、多いんですけども、やはりですね、今回も OM6 という形で今年もですね、出てくるということがですね、考えられます。はい、以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回は DJI Mavic 3 Enterprise のカメラのリーク写真というものが出てきました。こちらですね、まあ、間もなく10月のですね、商業用のイベントショーで出てくると思いますので、Enterprise 版をですね、待っている方はですね、まあ、楽しみに待っていただければね、よろしいかなと思っております。まあ、Mavic 2よりかですね、Mavic 3の方が高性能もね、いいので、これを機にですね、買い替える方もね、いらっしゃるかなと思っております。加えてですね、簡単でしたが、スマホのジンバルというものも、秋ぐらいにですね、出てくるかなと思われます。もしかしたらですね、クリスマス商戦あたりにね、なるかもしれないんですけども、そこら辺にね、出てくるかなと思われます。こちらに関しては、まあ、人気シリーズでありますので、まあ、今回ですね、まあ、どういう形にね、出てくるかというところはですね、ちょっとね、楽しみかなと思っております。はい、ということでね、今日の話題はね、以上となります。このチャンネルではこのような話とか、あとドローンのノウハウ、あと新製品のレビューとかをしてたりします。もしよろしければチャンネル登録の方と、あとベルマーク、通知ボタンの方、オンにしていただければ、随時最新情報をお届けできますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。